こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はブルドッグ顔の改善法です。顔のたるみがひどくなるとフェイスラインまでお肉が下がってきますね。これを俗にブルドッグ顔と言ったりします。私も40代でブルドッグになりかけましたけど、比較的早く改善できました。ブルドッグに気づいたらできるだけ早いうちに手を打つ、これが最大のコツです。フェイスラインのたるみには顔ダンスがとても効果があります。特にフェイスラインは得意分野です。やればやるほど小顔になりますよ。今日はブルドッグ顔をすっきり解消する方法をお伝えします。それでは一緒に頑張りましょう。こちらがブルドッグ顔の例です。このように頬のお肉がこう下がってきてフェイスライン周りに溜まってる状態で、これもやっぱりブルドッグ顔って言われますね。そしてこちら正面から見るともう顎からフェイスラインのラインがこうはっきりしなくて、首の方にお肉がこう一緒に流れている、二重顔っぽくなってるわけですね。この方もこの方も本来はちゃんとしたこういう顎骨があるはずなんですよ。それがお肉で隠れてしまっているということなんですね。じゃあどうしたらいいかというと、改善方法としてはちょっと触ってみていただけますか。ここの骨のところ、きっちり触りますよね。骨がありますね。この骨に皮だけがこう沿ってる状態、このように脂肪がたっぷり溜まってるんではなくても、ここには骨と皮膚の間には何もないようなイメージ、それぐらいまでしっかりここを引き締めていく必要があるんです。ですのでこの方も本来のフェイスラインが出てきたらとっても若返るんですね、お二人とも。でちょっとですね、ブルドッグ顔をすごく気にしてるかもしれないんで、たるみの程度を見てみましょうか。こういった鏡でですね、ちょっと映しながら顎骨をしっかり出してください。口を寄せればいいんですね。そして今度戻してください。戻した時にどれぐらい戻りがあるかなんですね。寄せて戻した時にこの角度があまり変わらなければそれほどたるみがないんですけれども、戻した時にこのように四角く戻る場合、その場合は相当まあちょっとたるみが進んでいるということになります。理想は口を寄せて戻す、その時にそれほどこう角度のこのシャープさが変わらない方がいいわけですね。ですのでそれでたるみの程度がわかるわけです。たっぷりと戻った場合、その場合でもこれからやるトレーニングをすればすっきりと解消することができますので大丈夫です。はい、それではブルドッグ顔改善ポイント一つとして、フェイスラインを形状記憶、誰でも持っている綺麗なこの顎のラインですね、これを形状記憶させますよ。さっきと同じ動きですよ。口を横にグーッと寄せてください。そして5秒数えます。はい、ぐーっと反対に寄せて綺麗なフェイスラインを出して、はい、5秒キープします。最初はですね、鏡などで確認しながら必ず綺麗なフェイスラインが出てるかを見てくださいね。このラインの、ね、形状を記憶するそのつもりで一生懸命頑張りましょう。もう一度いきましょう。ぐーっと寄せて綺麗なラインが出ましたか。鏡で確認してくださいね、できるだけ最初のうちは。はい、5秒。はい、口をぐーっと寄せて本来の持って生まれた美しいラインしっかり出しましょう。はい、5秒キープ。はい、戻す。片方に行って5秒、そして反対に寄せて5秒、そしてまた反対に寄せて5秒、そしてまた反対に寄せて5秒、これをですね1日1回するだけでいいです。はい、顎が疲れましたか。ちょっとポカポカする感じしませんかね。いきなりなんですけども、表情筋ですよね。ここにですね、咬筋っていう咀嚼筋の一種、食事をするときに使う筋肉があるんですけども、この奥にですね、翼突筋っていう筋肉があるんですよ。この翼突筋っていう筋肉も咀嚼筋の一種なんですけれども、これがすごく弱りやすいんですね。この内側の筋肉が、翼突筋が弱ってくると支える力が弱くなってたるみが出やすくなる。なのでしっかり翼突筋を鍛えて、ここでスナップでこうたるみをピッチリと止めてもらうような感じ、この筋肉をしっかり鍛えていくことがすごく大事なんですね。ブルドッグの典型的な症状の出方なんですけれども、このように頬の脂肪がこう下がってフェイスラインに乗るんですけれども、口の横にたっぷりとこうお肉がつきますよね。そして特徴としてはね、このここ頬の側面ですね、ここがちょっとね平らっぽくへこむんですよね。へこんで今度ここにボリュームが出てくる。今言いましたこの翼突筋、それとこの脂肪でこう落ちることによってここ引っ張られるような状態ですよね。そうするとまあ弱ってくる内側の筋肉がよるとこのようになりやすいので、先ほどやりましたこの動きですよね、これで非常にその奥側の筋肉を鍛えてくれるわけですね。で寄せた時にどっちの筋肉が鍛えられるかって、両方ですよ、両方ともそれぞれ右も左も鍛えられます。はい、反対。
はい、で必ずこの時にご自身で心に思うのは形状記憶、誰でも綺麗なフェイスラインを持って生まれてるんですね。それがお肉が下がることによって隠れてしまってるので、そのいいものをしっかりと出していくことが大事なんですね。なのでご自身で形状記憶するぞ、このラインをって鏡で必ず見てくださいね。ご自身で確認するんですよ。あ、なんて綺麗なフェイスラインなのってご自身で思うんですよ。こう寄せて、そしてあ、これはしっかりと形状記憶させようと念じながらぐーっと寄せて、もう目いっぱい寄せてください。寄せればそれほどいいですよ。5秒、こんな感じで綺麗なラインをしっかりと出すこと、1日1回必ずそれをやるんです。そうするとびっくりするぐらいフェイスラインが整ってきます。はい、形状記憶頑張りましたね。ただですね、形状記憶だけではブルドッグ顔は改善できないんですね。もう一つポイントがあります。それあと一つだけ頑張りましょう。このようにですね、ほっぺたがこう下がることによってブルドッグになりますよね。下がるとフェイスラインに乗っかっちゃう。でこの溜まったお肉をですね、撃退したいんです。絞り取りたいんです、ね、フェイスラインを整えつつここに溜まったお肉をなくしていくと、さらにここが綺麗にお口の横からしっかりと引き締まってくるんですね。でその方法はですね、ここにたっぷり溜まったお肉を握りつぶす。皮膚の上からグリグリやると皮膚を、ね、痛めてしまうので、口の中でそれを握りつぶすんです。やり方は吸い込む、お肉を全部入れてください。ここのたるみ肉ですよ。たるみ肉をグッと口の中に入れる。そして唇を巻き込むようにしてグッと口を引きながらそのお肉を口の中で潰す。やってみますよ。ちょっと難しいですね。一回いきます。唇を巻き込んで、そして巻き込んだまま口の中を真空にした状態にして横にグーずっと力を込めて一回口の中に入れたお肉を握りつぶしてください。いきますよ。最後ちょっとキープしましょうか。しっかりとここを引き締めた状態を維持しましょう。やり方としてはコツはこの肉が邪魔になってるんで、その肉を全部嫌なものを目の前から消すような感じで口の中に入れ込んじゃってください。そして唇を巻き込んで引いて、一旦口に入れたお肉をグッと口の中で引き締めるようなイメージ。やってるとね、だんだんコツがつかめます。最初はちょっと分かりにくいかもしれませんけどね。吸い込む、唇を巻き込む、そして口を横にグッと引いて引き締めて、口の横の硬いのをチェックしてくださいね。最後硬くなってるので、口の横がグッと引き締まってるの。最後こうした時にすごく脂肪が少なくなってるの分かりますかね。あんまりやるとね、口の粘膜ちょっと痛くなって腫れたりするので、ちょっとこれぐらいにしときましょうか。はい、お顔大丈夫ですか？ちょっとポカポカして痛みはないですか？こう口を寄せるときにですね、もしもこの顎がコキって音がしたりとか痛みがあったりとか違和感があるときには、ちょっとこれはできませんのでね、顎関節症の方とかはちょっとやめておいてください。はい、で2つですね、やりましたよね。フェイスラインの形状記憶で、もう一つは頬下の無駄肉を絞り取る。最初はこれもやりにくいと思うんですね。もしもですね、これがどうもうまくいかない、綺麗なこうフェイスラインが出ないっていう方は、この方法試してください。口をですね、こう尾の口にして丸くしますね、口を。その丸い口のままセットで移動する。丸めて、こうなった時に口がこっちに残ってたらここが引き締まらないんですね。例えばこうこんな感じになってた、こう全部を寄せてこういかないとここが綺麗なラインが出ないので、どうしてもこのラインが出にくい方は一回口を丸めてセットで丸めてセットで、こうすると早くこっちが掴みやすいと思います。もう一つのこれ、これがどうも難しいと思うので、無理しないでください。今日はですね、ここにある無駄肉をですね、燃焼させたいんですよ。ギュッとこう引き締めるのが難しい方はもうこれでいいです。口の中にお肉を入れて、その後口の中でお肉をもてあそんでみてください。これでも十分効果があります。一番いいのはやっぱりさっきのこうぐーっと最後力を込めて引き締めるのがやっぱり一番効果ありますけども、でしかも難しい方は本当にこれでもいいです。無駄肉をもてあそんでください、口の中で。そうすると燃焼して肉がですね、たまりにくくなるんですね。ここに常に運動させてるところっていうのはお肉がつきにくいんですね。そんな感じで違うやり方でやってみてください。
ブルドッグ顔は顔を正しく動かすだけで驚くほど改善します。今日は2つのトレーニングをお伝えしました。顎を動かしてフェイスラインを形状記憶すること、そして頬下の無駄なお肉を絞り取る、この2つでした。これを続けるとたるみの程度にもよりますが、約1ヶ月で口角が上がりやすくなり、2ヶ月くらいで自分でも頬がすっきりしたのに気づくはずです。顔の下半分が引き締まるだけでとても若返ります。3ヶ月続ければ人から小顔になったと言われるかもしれませんよ。その時を楽しみに頑張ってくださいね。今日はご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。次はおでこのシワの改善法についてお伝えする予定です。それではさようなら。おけんママでした。